はい皆さん、こんにちは。こんばんは。尊重スタジオです。前回はマネージャーが、僕に代わって、インパクト XT のお話を進めてくれました。全体的な概要を喋ってくれたようです。マネージャーさんもうまく話してたね。そうだね。ちょっと低い声でいい声だったね。キャでは、今日はインパクト XT を中心に、 お話をしますインパクトをお話しする上ではインパクトとそしてスタジオワンでのパターンリージョンについて2つを理解していただくことが重要になりますですが今日は特にインパクトを中心にお話をしましてパターンは簡単なパターンでお話を進めたいと思います画面にありますようにインパクトはスタジオワンに標準でついてくる ドラムツールです。すすごく赤が目立ちますね。このカラーは自分で好きな色に変えれるんだよこれは右上の方のブレソナスのロゴのところを押すことでカラーを変えることができますああ、簡単だねそしてデフォルトでは何も音が入っていないのでパッドを叩いても何も音が鳴りません これに音を入れていくことになるんですけれども今回はまずプリセットを使ってみますプリセットは画面上部から選ぶんですね一番標準的な音が入ってるようなイージーキットというのを最初はやりたいと思いますこれを選択しますそうするとこのような形でパッドに音が入りました。 ちょっと鳴らしてみます <noise> こんな感じで音が入っています左の方に、A「ABCD」C D、という表記がありますがこの B の方にも音が入っています <noise> には何も入っていませんこんな形で 16×8 のたくさんの音を1つのプリセットに組み込むことができますそして豊富にキットがありますので自分用のプリセットとして保存しておかないと迷子になってしまいますよってこの小さな書類型ボタンでプリセットを保存しますそして星のマークのようなものを先頭につけて 管理をしておくと便利です。OK をします。そうするといつでも、このように選ぶことができます。そしてインパクトを使い始めるには、まずはパターンリージョンというのを作る必要があります。これは、Ctrl、Shift、P キーを押して、1小節分のリージョンを作ります。 このようにイベントができましたらこれをダブルクリックすると画面下はいつものミディピアノロールとは少し違った形で表示されます。これがたまたま出ないような人はこちらの鍵盤のマークの方になっている可能性があります。その時はこの隣のパターンエディターを表示してください。こうすると打ち込みができるようになりますので。 ちちょっっと簡単な打ち込みを作っておきま,すまずはハイハットのクローズを見てみます上から7行目のところにハイハットがありますここと左のパターンエディターとは連動していますここで8ビートを打ちたいと思いますがこのようにこうやって。 打っていくのもいいんですがこれは一旦クリアします画面の真ん中あたりに便利なツールがあって入力がしやすくなっていますですからこれで入力をしますここを押すと8ビートが簡単に入りますはいそこで今度はハイハットのオープンを入れたいと思います このハイハットオープンを入れます。3拍目の頭でいいですね。このようになりました。バスドラは4つ打ちにします。次はバスドラですね。はい、このように入れました。じゃあ、この時点で少し聞いてみましょう。スネアを忘れてますよ。ああ、そうだね。スネアも入れておきましょう。 これがスネアのローですね。じゃあこれを入れたいと思います。二拍と四拍の頭にこのように入れました。少しコースト的な音も入れておきましょう。これでループして聞いてみます。よくありがちな8ビートのパターンです。そしてここで音についてお話を進めます。 イインパクト、XT ののところろにには、は、いいんなツールルががありまます。す。上には音ネタのファイル名が書かれていますここで色を変更することもできます例えばこのスネアトラックの色は青に変更したいと思えばここを選ぶとこのように変更ができますもちろんパターンエディターとも連動していますそしてここにファーストとセカンドというのがあります ここれはどういういとですかちょっとパターンを変更してみましょうはいこのパターンにはセカンドというのがありまして E3 というようになっていますよねこれは MIDI の鍵盤が大きな鍵盤を持っている人と小さな鍵盤しかない人がどちらも便利に使えるようにこのようになっているんです割り当てをメインとサブというように割り付けて 二つの鍵盤の音程で入力できるようになっているということになります。もう一度、プリセットを元に戻します。はい、トリガーの発音の仕方をチョイスできます。ワンショットっていうのは、キーアパッドを一回押すと、その音が一回だけ再生されます。ちょっと聞いてみてください。そして、押したままにこのようにしていても、 音は1回しかなりません。でも、これをループに切り替えます。ずっと押したままにします。このようになるわけですね。そしてノーマルを見てみましょう。ノーマルはどうなりますか 1>, 1回押して離すまでなります。このように早く叩いたとします。そうしましたら、マウスでは叩ける限界があると思うんですが、 鍵盤で鳴らしてみます。キーボードで鳴らすときはここにモニターボタンがありますのでモニターを押しておきましょう今キーボードを押したままにしますそれでも音は1回しかなりません今度は思いっきり早く叩いてみますこのように再生ができますよねそして このループにしている時ときと、ワンショットにしているときは、ここにトグルというボタンが出ます。ノーマルにしたときは、これが消えます。ループにしてトグルにしておくと、再生がこのようになります。今、話しました。手を離しても、このようなままです。ラッチというやつがね。もう一度押すと止まります。 このトグルというボタンは押したままにしておけば手を離してもなってくれるのですねこれはこのようにしておいて隣のリムスティックは普通にワンショットとしておきますそうすれば一本の指だけでこういうことができますはい。 このようにトグルというのはこういうようなキーの動作をするということになりますまあ通常はワンショットないしノーマルでやるのがいいんだと思いますなんかここだけでもとっても機能が豊富で勉強のやりがいがありますねそうだねたくさんの機能があるからマネージャーも言ってくれてたように23回に分けて勉強をするというのはそういうことなんだよだから このトリガーのところもしっかり理解しておいてくださいね次に先ほどハイハットのオープンとクローズをここで入れていますよねこのハイハットオープンのこの音は案外シャーンと長いですよねそうすると次の音のところにまでかぶってきます通常のドラムを考えたらハイハットオープンとクローズは同じハイハットを使いますので。 クローズで叩いた瞬間にオープンの音は消えて当たり前です部屋の響きが残るというのはあるもののオープンが長く残ることは本来はおかしいわけですそういうときにはこの右にあるチョークグループというのが便利です例えばこのハイハットオープンもチョークの一番というようにしておきますそしてこのハイハットのクローズ これにも一番というのを選択しておきます。もちろんこのパッドで一回だけ押せばこうやって長い音が鳴るんですがパターンエディターで再生するとこの音は次のハイハットクローズが入った時点ですぐに音が止まりますちょっとやってみましょうこれをちょっと。 外してみます。そうするとこういうことです微妙ですが音が長く残ってしまいますですからオープンとクローズはこのようにしておくのがいいということになりますチョークの使いい、方かかりましたかはな、い、なんとなく。では次にこのこんタイズについて説明をしたいと思います。 このクローズハイハットにで説明をしますここに16ビートを全部オンにした方が説明がしやすいですので16個入れますが先ほどはここのクイック入力で入力をしましたが他にもマウスドラッグで打ち込むという方法もありますこのようにドラッグするだけで音符を入力できるわけですわあすごいじゃあ これでままず鳴らしてみますこのように16分の1で刻むわけですこの「グオンタイズ」の機能というのはこの「バーズ」というのを選ぶと1小節に1回しか音がなりませんはい今度は。 一拍単位に音が鳴ります。4回、音が鳴るということです次は8分の1そしてこれで16分の1を選んだのと同じことになりますはいこのように音の発音するタイミングをまびくことができるということなんですね元に戻しておきます 次のフォローテンポこれはちょっと違うサンプルで説明をしたいと思います。例えば B のところのこのパッドにはループのような長いサウンドがあります。これはプリセットの初期設定ででもここがループというようになっていましてパッドを押さえている間音が鳴るというようになっています。そしてこのクォンタイズが、 1> 1小節に1回だけ音が鳴るようになっていますそして今の話のフォローテンポもオンになった状態でプリセットされていますそれではこのサウンドを1個先頭に打ちましょうこういうことですねそうするとここに1個入れただけでテンポをフォローして1小節に1回このようになるのですこれで音を鳴らしてみましょう こういう長いサウンドなのにこのように1回だけ鳴るのですねここに8ビートを打ち込みますそれでやってもバーズになっていますから4回しか音が鳴りません16部で入っていても結果は一緒です。 これをループではなく、ワンショットにしてみましょう。頭に1個だけ入っているとします。そうすると、このように音が続きます。そして、フォローテンポも外しましょう。そうするとどうなるかというと、 このように2回目以降、テンポが全くずれてしまいますでもこのフォローテンポを入れておくとワンショットであってもこのようになりますこのようにテンポを先頭でもう一度合わせ直してくれるということになります そしてこれをループにしておきますこのようにすれば長いサンプルサウンドであってもこれを4つ打ちくらいにしておくとこのようになります頭だけを再生するということになるわけですねこのように フォローテンポというようよにあった再生をしてくれることになりますそしてその下のところはほとんど使わないと思いますがオフセットを変えることができます発音のタイミングをずらすということですこれは初心者の方の場合はあまり使わないと思いますので解説は省かせていただきます次にノーマライズの話をします例えば この音があったとします。ここでノーマライズをすると波形を最大限まで大きくしてくれますはい微妙ですがわかるでしょうかこのようにノーマライズの機能があったり次はキックでお話をしますがこの音を逆再生のリバースそれをすることができますこのようにですねではどうなるかと言いましたら このように後ろから逆再生することになります。こういう時は、後ろの空白を削除するのでしたね。そうです。これが長すぎると、どうしてもタイミングのズレが起こりますので、こういう時は、ここで波形の長さを短くすることができます。そのようにカットできるわけですね。こうすると、 このようになりますので、パターンで演奏しても、ちゃんとリズムに合った再生ができます。このように簡単にリバースを作ることができます。次は、パッドについての説明をしたいと思います。パッドのところでは、右クリックをすると、先ほど選択したようなことも、 ここで変更を加えることもできます。これとここが連動してるわけですね。わかりやすくパッドの名前も変えることができます。このように日本語表示もできるようになります。ここにあるソロとミュートというのは、このパッドだけの音を鳴らしたり、ミュートしたりすることができます。そうするとパターンエディターがミュートされていなくても。 このようにソロ演奏できますインパクトと挙動を変えてどちらでもソロやミュートができるということになります次にこのパッドのパラアウトについて説明をしたいと思いますこの右下のアイコンをクリックするとこのようになっていましてそしてモノラルで出すかステレオで出すかこのように 設定を変えることができます。ちょっと今の設定を見てみましょうこのようにミキサーを見てみますするとこのイベントリージョンを作ってインパクトのプリセットを選ぶことで最初から必要なパラアウトが設定されていますこれをモノラルで出したいと思いますモノの位置というのを選びますとここに1つ 物の位置が追加されました。わかりやすく色を変えておきます。このようにモノラル出力できるということになります。どうしてモノラル出力が必要かと言いましたらドラムというのは音像がくっきりしてる方が聞きやすいようになる特性を持っています。特に低音の方のキックやバスタムあとはタムのようなそういう太鼓はどちらかというと。 モノラルで出す方が締まりがあっていいわけですシンバル類などは広がりがあって聞こえる方がいい場合があるんですよねですからステレオだけじゃなくモノラルで出すこともできるようになっているわけですとてもドラムのことを考えたソフトになっていますねインパクト XT はスタジオワン純正ということもありまして展開をしなくても。 このように表示されている、というようになります。村長さん、私の頭がもうパンパンになってきちゃったよ。ああ、そうだね。もう約20分を超えてるからね。ですから皆さんもこの辺で頭をリフレッシュしていただくために、この後の右の黄色いエリアの部分は、次の回に説明いたしましょう。それまでに今日までの復習をいっぱいしておいてください。 はい、私も疲れちゃったじゃあ今日のところはこのぐらいにして次の回に右のセクションをお話ししていきたいと思いますじゃあ皆さんもお疲れ様でした次の回までもしチャンネル登録などをしていただける方はよろしくお願いしたいと思いますありがとうございましたありがとうございました村長スタジオでしたまったね